はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。ただいまですね、こちら泊まるですねホテル出たんですが、ここをですね少し進むとダウンタウンディズニーっていう、まあ、ディズニーランド、まあ、日本でいうとですねイクスピアルみたいなところがありますので、今からそちらをですね行こうかなと思います。はい、ということでここにね印書いてありますね、ダウンタウンディズニー、あっちです。こちらがダウンタウンディズニーですね、日本でいうイクスピアリですが、どうやらですねここは入るのにも荷物チェックがあるみたいですね。それではちょっと荷物チェックをして中に入っていきたいと思います。ではダウンタウンディズニー中入りました。めちゃくちゃ広いですね。ではいろいろですね回っていきたいと思います。レゴがありました。で後ろにですねモノレールの乗り場があるんですが、どうやらちょっとパークチケットがないと入れないようですので、またちょっと後ほど来ようかなと思います。いろいろですね結構ディズニー感が多いですね。グッズもたくさんあります。日本のイクスピアリとは違って結構ディズニーグッズが多いですね。いや欲しくなっちゃうな。外国はバッジがとにかく多いですね。バッジ屋さんでしょうかね、ここは全部売ってるのバッジです。光り物とかカチューシャもたくさんありますね。いろいろグッズがあって楽しいですね。ここ来るだけでもディズニーを楽しめる感じです。おお、これもいいですね。自分の名前を彫ることのできるやつです。めっちゃボケた。乗りたいな、めっちゃ乗りたいんですけど、パークチケットが必要みたいですね。コーンドックスっていうのがありました。アメリカンドッグになんかコーンがまぶしてあるんでしょうかね。日本にはないですねこれは。でお隣にチュロスがありました。チュロスは安定ですけどたくさんな種類がありますね。ここら辺はレストラン街ですね。ちょっと見て思ったんですけど、このねかぼちゃが非常に気持ち悪いかぼちゃです。ボツボツしているかぼちゃ。それにしても混んでますね。一応今日は日曜日ですのでね、かなりの人がいますね。ここはいろいろな絵が売ってるところみたいですね。でお隣にホームって書いてある場所があります。ちょっと中行ってみましょうか、両方とも。でまずこの絵がいっぱい飾ってあるところに行きます。すごいですね、いろんな絵があります。すげえ。いいですね。飾りたくなっちゃいますね。次にこのお店行ってみます。ホームっていうことでなんかいろいろね家で使える日常的なものを売ってるみたいです。かわいいですね。非常にデザインがいいですね。これはもう集めて一色に染めたいですね。これはもうたくさんあります。すごいですねこの数。このポットとかも非常に可愛いですね。デザインがいいです。もうお皿とかグラスとかキッチン用品とかがたくさんありますね。素晴らしい。リンゴにコーティングしてます。面白いですね。それにしてもでかいですね。これはあれはシナモンかな。
こうなります。せっかくなんで中入ってみました。すんごい甘い香りがします。ザ・外国っていう感じのお菓子屋さんですね。お化粧屋さんもでかいです。そして向こうにスタバがありますね。それにしても広いですね。なんか映画館とかもあるみたいです。ちなみにワールドオブディズニーというですね、日本でいうディズニーストアみたいなのがありましたので、ちょっと一瞬中入ってみましょうかね。ワールドオブディズニーの中です。すんごい広いです。もう向こうのね、見えなくなるぐらいまでずっと向こうに続いてますね。洋服だったりグッズだったりたくさん売ってます。もうクリスマスのグッズが売ってました。早いですね。ここだけで本当何時間も入れちゃいますね。洋服もいっぱいあって、日用品のグッズとかクリスマスのグッズも売ってますし、かなりね品揃えがすごいです。いや、めちゃくちゃ広いですね。まあ、やっぱりね、あの敷地の広さがとかね、安さがあるんだと思うんですが、日本の場合はね上に積んでるわけですよね、4階建てなので。だけどダウンタウンディズニーはとりあえず横にねずらーっとね長っ広いねショッピングモールっていう感じで、いやこれはね結構大変ですね。広すぎます。ということでダウンタウンディズニーでした。とにかくね広かったですね。でこのダウンタウンディズニー抜けますと、ここがですねパークの入り口になります。ということで明日はですねここからパークにね行きたいと思いますので、楽しみですね。とりあえず今日はねこの辺ブラブラして、7時からですねグーフィーキッチンというレストラン予約してますので、そちらに行きたいと思います。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。またねそちらのグーフィーキッチンの方はね別動画で投稿しますので、ぜひご覧ください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。